ノジャッジ・ジョージ・ウノよって勝者ウノカール。ずっと勝てないでいて、もう何回もやめようと諦めましたけど、本当3年間諦めてないです。やっぱ結果が出ない部分、そのまま続けていいものなのか、やっぱりもうダメなのかっていうのがずっとこう続いてた感じですかね。総合格闘技っていうのは、まあ、勢いだけじゃなくても体力はそういう部分ではなくて、そういった、まあ、インサイドワークだったりとか細かい技術をやっぱりそういった試合の中で出せる、年齢がいくことによってそういう部分ではあるんじゃないかなと思います。やっと出せたっていうところでも、はい、つもりなかったですけど、大晦日の試合に出るので、なんか泣いちゃったらしいんですよ。応援していて泣いちゃったみたいで、中谷応援してねって言って頑張れたらっていう感じで、まあ行く前にそれを話して、今回泣かなかったって言ってました。泣かなかったよって言ってました。僕はそうですね、まあ父亡くなってるんですけど、19年に亡くなってるんですけど、どんな仕事でも親の姿を子供に見せること、まあ結果は出なくてもそういうことはすごく大事なんじゃないかな。さり貫いたら KO できますから、ちゃんとリズムで打っていって潰してったらもう最後当たるしかないですから、右当たれば倒せる。自分はもう、ね、筋金入りのシュートファンだった。99年の5月に佐藤瑠美が宇野カウルを見て、俺はもう自分がやるしかないと、それが格闘家になるきっかけです。佐藤瑠美を倒したんで、ここでね、宇野カウル選手にできる、嘘みたいですよ。やっぱウィッキーの強さ知ってますし、やっぱりこう宇野カウルって厄介な相手だなって、自分のいいとこ出させてもらえないんじゃないか。嫌ですよ、当然僕の右なんか当たんないような研究してくれるんだろうなって。まあ当てますけど。Ha ha ha.